日立の国不思議探検隊隊長の加藤です。副隊長の宮子です。筑波山神社に行ってきまして、はい、それから家に帰るまで結構長いので、結構長いのでドライブトーク、はい、します。まだね、時間が3時なので明るいです。もう赤部町に入りました。家に着く頃は多分暗くなってるね4時半で暗くなるから、右側見えるかな。右側の筑波山がちょっと見えません。はっきり言って はっきり言って見えませんでしたか。見えないから筑波山の横の姿だね。隊長が映るけどね、隊長の向こうにいるかな、筑波山が。はい、はい、見えてます。はい、ぐるっと、はい、してと、ここはもう筑波市じゃなくて桜川市になっちゃったんだね。真壁町だから。ああ、なるほど。で、はい、周りを見てもらうと分かるように平らな田んぼが広がっております。そうですね、平らです。ここの標高がですね、はい、実は22メーターぐらいしかないのね。そうです。だから我々の説で言いますとですね、はい、ここはもう室町時代までですね。そうですね、海だったろうと、江戸初期は海だったろうというふうに推測できます。ですから、ここに人は住んでませんでした。だから今これ見えてる土地は江戸中期でしょうね。中期というか1650年ぐらいに、はい、だんだんこう干拓されてきたんではないかと。うん、まあずっと干潟だったと思いますよ。シジミがいっぱい取れたんじゃないかと思うね。汽水湖になって、汽水湖っていうかね、そうですね、汽水域になって、ね、もしかしたら紫貝とかそういうのも取れた可能性もあるような、まあ、今は ね、貴重な、はい、紫貝といえば高貴な貝なので。そうです。で、通貨回りになったというそうですねぐらいのね、うん、そういう、まあ立派なものが取れた可能性があるけど、今はもうここは陸地になってます。だからさっき筑波山麓から降りてきたけど、筑波山麓麓で約30メートルなのね、うん、だから30メートルっていうとやっぱり室町時代だよね。せいぜい人が住み始めたのはそのぐらいかな、うん、の時も、もう富士筑波山の麓まではひたひたと波が来てたと、そういうふうに推測です。推測してます推測です。だからその前にあった、はい、ちょうど1300あれか南北朝の頃ね、うん、あそこにさ、うん、何城だっけ、お城があったよね、神農小陶器を北畠近さんが書いたと言われているお城がね、うん、平らなところに城があるんだけど、はい、あそこ標高がね12-13メーターしかないのね、うん、だからあれはね江戸の末期にですね、はい、記念碑として作ったのか、明治の最初の頃にですね、うん、南朝が復活した後にですね、うん、作ったんじゃないかという説すら出そうな勢いなのね、まあ、そうね、ちょっと小田城はそうだと思います。それで結構ベトナムからこうなんつうの入ってきた輸入物とそういうものが出てんのね、うん、焼き物が出てんのね。そうで、ただ数が数だけに、うん、そんなもん後からねいくらでも埋められるんだよね、はい、江戸時代の頃になればいろんなものも入ってきてるから、もう中国からでもね、ベトナムからでもね、ベトナムもね昔中国だったからね、シナの一部だったから漢字使ってんだから、ね、そうそういうとこから入ってきても全然中国系で入ってもおかしくないので、まあ江戸でもいろんなことはできますよ。三つ国とか、成り焼きがいたからね、うん、だから江戸の末期か明治の最初の頃だね、やっぱり、ね、南朝復活した後にね、うん、神農小陶器を書いたというところだからね、まあ作った可能性が、まあ、作った可能性もあるなと、そういうことが ね今の歴史教官をね、まあ、学校なんかで教えてるのはね、素直に言うの、まあ、素直に聞いたところでね、それも正しいかどうかも分かんないので、まあ、そう言われているっていうことも
くらいに取っといた方がいいですね。そうですね、はい。だからそれ以前のね、平野正門、はい、平野正門はあの佐島郡の方にいたと、うん、上層のね、うん、いう話なんだけど、どこで戦をやってた、海の木図だって海の下だろ、それ、その時代。そうなんです、ね、だからどこに住んでたのかというと、必ず住むのは陸地なので、うん、じゃあどこに陸地があったのかという話になると、そのあの頃の時代だとやっぱりどうでしょうね、まさかどこにいた時代だとかなり前になるので、そうだよね、もう多分40メーター50メーターあったんじゃないかと。そう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 、今より海水面が高かった。そうするとね、かなりね奥まったところに住んでますよ。そうするとね、もう筑波山とかしかないんだよ、うん、千葉の方は、成田空港のあたりがちょっと島になって残るぐらいなので、ね、あの辺か、ね、もう、筑波地区ぐらいしかないのね。あとはもう栃木の、三鴨山とかね、まあ、真岡の方かな、秀里がいたような地区になっちゃうのね。そうですね。だから我々は秀里なんかはさ、まあ、平の正門を二人に分けて秀里と正門にしたんじゃないかと思ってくるぐらいのね感じなんで、そうです、本当のことはよくわかりません、ね、江戸時代ね、かなりね、面白おかしくね、芝居で芝居本が書かれたの、いろんな芝居が書かれたんで、それが歴史みたいにもう勘違いしてる人もいるし ね、 あ、そうね、まあ、鎌倉時代あたりから平安末期からそういうことされてるみたいな、されてます。室町では完全にあの勘なわけ、世阿弥、能とか、その人たちがね、歌舞伎とかね、作り始めて完全にお話ね、作ってますから、芝居にしちゃってるから、うん、まあ三国志と一緒で、三国志演技と一緒だね、はい、物語作っちゃうわけですよ。そうなんです。でそれがさまね、あの本当の、ね、歴史のように、うん、ああいうこう能でも歌舞伎でも演じられ続けてると、うん、そうなのかな、まさかも本当のように。だから司馬太郎の小説を読んで、はい、いや坂本龍馬はね英雄だみたいなね、あんなグラバーの手先がね、そうですよ、英雄視されちゃうと。で最後にほら寺田屋だっけ、うん、で殺されて、なんかそれですごいこう印象深く終わってるけど、あの人なんか生きてアメリカに渡ったって話じゃないですかいろんな話があるね。そうだから、そのなんともそれも芝居地味でんだよね、坂本龍馬の話も、はい、まあそういうこと言うとね、さんの方々はね、そういうこと言わないで、英雄ですから、いやと思いますか。あれだって明治時代にどっかの新聞社がさ、うん、明治だか大あの昭和だか、まあ、とりあえず戦前がね、うん、特集を組んで坂本龍馬ブームを作っちゃったってことになって、うんうん、その後に司馬太郎が龍馬が行きで、龍馬が行くで、うん、完全なヒーローを作っちゃったんで、うん、ああいう風になっちゃったんだけど、うん、まあ、それを真に受けたその武田鉄矢あたりがね、尊敬する人は龍馬ですってね、まあ、やっちゃってるもんだから ね、 そうね、思い出たい限りだね、まあ、古代妄想がね、みんなにこうね映っちゃったって感じがね、で結局その日本の夜明けを作ったとかですね、そういう何かヒーロー的になって、そう、戦中八策だとかね、もう嘘ばっかりだから、日本の夜明けを作ったから、明治維新はものすごくね、うん、でもさっき明治維新はさ、ちょっとあれテロだったとかね、うん、そういうのが、ね、あの出てきてるんで、もう明治維新を霊賛してません。原田伊織さんだっけかな、あ、雷さんだっけ、雷さんです、雷さんしてません、雷さんです、雷さんです、はい、原田伊織さんの本を読めばね、うん、明治維新という、なんだっけ、デタラメだな、革命、違う、明治維新というなんとかっていうね、デタラメみたいな意味の本があったんだけど、あれ見れば、あれ読んだらよくわかるよ、ほんとほんと、ほんと、でもさ、割と中世好きな人なんかも代表的に言えるけど、うん、刀を振り回して戦うっていうシチュエーションがさ、うん、なんかもう洗脳されてるのがさ、割とみんな好きなのね、それ人殺しだからって俺いつも言ってるけど、うん、そういうのが好きだから、ゲームでもなんでもさ、そういうのが出てくるわけね。でゲームはいいよ、まだ死んだら戻ってくるから、そうリセットボタン押せばね、戻るからいいけど、本物はそうはいかないから、自分がね、
弱い方の武将の足軽だったらどうするんだと考えてみる。そうね、死んでるぞ。てかほとんどが足軽で戦ってる気がするけど、お前そういうね、そういう立場だったらね、お前の子孫はいないんだぞと、そういうところをね、よく考えてみましょう。だってさ、殿様はさ、まあ、ジンリアニム、あのジンドってさ、ジンドルって本当その通りさ、取って椅子、折りたたみ式の椅子に座ってさ、正気に座ってね、うん、たださ、あのセンスなんときはね、軍配持ってさ、うん、いけ、チャラチャラってやってるだけだよ。それがさ、殿様のやることでさ、殿様は活躍したって、活躍したのは一番下っ端にいる足軽だから。いっぱい死んだのも足軽だし、第一足軽はさ、百姓のアルバイトだし、ほとんど戦国時代ですね、うん、あの武士って、本当の武士はほんの少ししげなくてさ、ほとんどがね、あの足軽の方で、足軽の方もさ、あのみんな刀持ってたからね。ほら、宮本武蔵読んだって分かるでしょ。特に武士じゃない、あの人。宮本武蔵とか、その、あと誰だっけ、友達のやつはさ、うん、一旗あげようと思って、そうあそこに行くわけじゃん、関ヶ原に。戦場にね、うん。そしたらもう死体がルイルイと転がってて、うん、もうションペン垂れちびりながら逃げ出すわけじゃない、うん。そりゃそうだわ、何かそう、いいことが起こりそうなとこに持ったらさ、あの首だの手がちぎれててさ、あの腐ったとこにブンブンハエがいるっていう、うん、そういうの見たらさ、それがリアルだもん。そこにですよ、実は商人がおにぎりを出してたんですよ。そうらしい。おにぎりを、にぎり飯を作ってね、売ってたんだよ、うん。あとはね、あの奴隷に、その負けた人たちは捕虜になるから、その捕虜を売る、そういう奴隷商人みたいなのもいたという話だしね。で、うん、負けた方はあれだから、ポルトガル船に乗ってね、空行きしたんだから。そうね、ポルトガル船に乗ってて、アフリカに売られたらしいね、ほとんどは。でもすぐ死んじゃったみたいだけど。あとは、なんだっけ、フィリピンとかさ、東南アジアにね、東南アジアに売られる。マカオとかね、ゴアとかね、ああいうところにね、売られちゃうわけだよ。そうなんですよね。だからね、あの今のもう、これは誰も今思ってると思うけど、テロリストのイスラエルがガザに、ジェノサイドしてると。で、今はリアルにさ、あのこんな風に死んだっていうのがさ出てくるから、それ見てさ、なんだっけ、どこかの幕屋の人がさ、イスラエルが勝つようにお祈りするようなことをして訪問したりさ、そういうことをさ、やっぱりおかしいと思わないとね。キリストの幕屋なんて、キリストなんて名前使わないでくれ。本当、あの人たちジェノサイド側じゃない。それでさ、あのニュースだとさ、ほとんどがさ、あのハマスの人たちが15人解放されたとか、32人解放されたとか、あとこんなに怖かったとかって言ってるけどさ、うん、いやその陰で1万人以上殺されてんだっての。それと同じことがですね、はい、日本のね、中世のね、はい、戦国時代にもね、行われるわけです。そうです、そうそう。だから、はい、それはカムイ外伝呼んでください。もう悲惨さが上がるから、うん、もう命がね、軽い、本当にもうこの葉のように軽いように扱われてるっていう、まあ、うん、それはね、ダメでしょ。まあ、それでもね、はい、今生きて、はい、このね、うん、番組を見ている人たちはね、はい、なんとかその生き延びた人たちの子孫だから。そうね、あの素晴らしいんだよね。結局はさ、強い人が弱いものをいじめるような構図になっちゃうわけね。なんでもそうなのよ、あの戦うっていうのは。で、勝った方が正しいとされるでしょ。そう、勝った方が正しいとされるもんだから、 その平家の落ち武者の話だとかね、はい、ある時期においては、ある戦いにおいては、今度源氏の落ち武者が出てくるわけだよね、うん、そうそうそう。だから、ね、落ち武者といえども平家ばかりじゃないんだから。実は今日負けた方はいつも落ち武者なの。そりゃそうだよ。それがもう山の方に逃げ込むわけだから。そうだね。その人たちが鳴門の旗三冠になっちゃったりとか、山の民になっちゃうわけだから、うん、でもさ、勝ったら勝てば官軍って言うんだからさ、あのウクライナとロシアの紛争もさ、どう考えてもロシアが勝ってんだから、うん、あ、じゃあロシアが官軍でいいんじゃないってことになっちゃうよね、うん、で、そういう、そこはそれだし、あとウクライナの方じゃなくてイスラエルの方にさ、味方してるのね、日本ってさ。日本ってバカだよね。あと、ナチスの時だってさ、三国同盟組んでさ、それで自分らナチス側についてさ、でロシアの方に攻撃されたらさ、なんてロシアはひどいんだって。いや、その前にロシア人が一番死んでますからって。
界大戦で一番死んだのはロシアですから。そうですよ。ソ連ですから。そう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 。それもさ、不可侵条約破ってドイツがさ、攻めたんだから、モスクワ、赤の広場のあのあたりをね。そういうことしておいてさ、いかにもロシアの方がひどいひどいってさ言うけどさ、ほんとさ、そういうのさ、お互いよく読んで、どっちがどうかっていうのを把握した方がいい ね、 うん、そうすればあのどっちがどうだとか言えなくなるからね。間違いないのは戦争はダメだと、悪いということ、そういうことだ、それは間違いない。戦争はどっちがどうのじゃないんで、戦争をやらないようにするのが政治家の仕事なんだ。そうだ、それがもうダメだよね今の。もうあの日本はね、オスプレイが落ちたって不時着水とか言っちゃってさ、不時着って言ったらさ、今度アメリカがさ墜落って言ったらさ日本政府は困っちゃって、あれ墜落にしていいのか不時着にしていいのか、もう困っちゃって、あのアメリカは不時着、あのアメリカはあの墜落って言ってましたっていうことで終わったみたいな。そうだから先には不時着水って言うなって、で最後まであの操縦士は頑張ったんだっていうのをくすぐってたよ。なんでわかんだろうね。で、そう言いながら日本はオスプレイは飛ばさないでくださいってお願いしたら、いや飛ばしますって言われてんだよ。だからもう日本が完全にさアメリカにおちょくられてんのか、日本が言った言葉に対して全てこう違う反対のことを言ってるのかね、どうなってんだ米軍はみたいな。少なくとも田中角栄の時みたいな厳重抗議とかね、うん、しなさいよ、うん、あとさ、いくらさあの戦争に負けてさ、あの何敵国条項とかサンフランシスコ講和条約とか、あの日米地位協定とかやってもさ、お金出してるよ日本は、思いやりをさ、そう相当に、そんなにお金出してるのにさ、なんでさあのひどい被害者に、だあのお金出してるのに被害者になるっておかしくないね、うん、アホだよね、うん、毎年記憶だと3000億円から4000億円ぐらいの間ぐらいだと思ったんだけど、うん、思いやりさ出してんだよ米軍。それもさ、で、うん、で沖縄のさ米軍はさ、うん、バナナボートなんて乗ってんだよ。そうだよ。でそれ の、 あのバナナボートの操縦者までさ、うん、給料出してんだよ、うん、それまで思いやり予算なんだよ。そうだよ。それだからそこで今度沖縄の米軍についてる人たちは、うん、いい思いしてる人もいるわけだけど、うん、そうですね、うん、だからね沖縄もねなかなか反米だけでまとまらないのはね、それで食ってる人がいるからだよ、いい思い。そうね、もう常にさ、おこぼれ利権、うん、おこぼれ利権をもらってるんですよ。ねえ、プライドがねえのが。それで今度はさ、そういうふうにこう沖縄って特別 の、 その補助金もらってるんじゃない、うん、そうするとさ、あの沖縄は言うこと聞かないとさ、補助金は減らすぞとかさ、そう全くさ、何なんだろう、一体君たちっていうのは。パワハラなんですよ。でそれもさ、全てさ、税金なんです。私たちの税金を勝手に使って、勝手にそういう脅迫の道具にしたりね、あのおこぼれ利権に使われたりしてるんです。それで、あの金がないからっつって消費税上げたり、そうあのね、うん、いろんなもの値上げしてんだよ、まあ、今度またね値上げするしね。第一さ、あのガソリンの中のさ二重税ってどうなってんですかね。いつまで経っても解消しない。だってガソリン税中に入ってんじゃん、そこに消費税かけんだもんね。暫定税率、暫定ってあったよね、うん、でそこにまたダブル消費あの税金でさ、なんで二重課税って、なんでさ税金を二重にも取られなくちゃいけないんだろう。いやひどいわ、もう江戸時代の水戸藩ぐらいひどいわ。本当だわ、 70% 税金取ってたんだからね水戸藩。そうだよ。で水戸藩は一番助けたってさ、勝手に自分で書いてさ、うん、あの自画自賛してるからね水戸藩っていうの。だから水戸の連中っていうのはね、まあ、歴史やってる連中もねバカだよね、うん、あの店舗の危機の時に水戸藩はいち早く助けたっていう風に書いてあったらしいよ。水戸なんかも水戸藩のことはね批判すべきなんだよ。すべきだね、歴史者は、うん、だってそのあれでしょ、あの御三家っていうのはさ、すごくすごくさ、あの徳川家からさ優遇されてた親戚じゃない、御三家。紀州なんかはね、代々もう将軍出しちゃったから、うん、御三家というよりもほとんどトップだけですよ。まあそうだ、でも今は一番モチベーションらしいじゃん、紀州が。まあね、和歌山はね、うん、徳川家、まあ水戸はずっと落ちぶれちゃってるから。あ、そうだね、目立ったことはないですけど。そうですね、まあ、なんつったって桜田門外編を起こしたね、人たちだから、うん、
その割には最後の最後はもうあの幕府軍に、幕府軍じゃねえや、上位軍とか薩長軍にね、結局ついちゃったような形になっちゃってるから、まあだから会津に行くと言われるんだよ。どこから来たんですか？水戸からですって言うと、なんであの時手助けしてくれなかったんですかって言われるんだからね、今、なんであの時って。まあひどいよね。だからね、そういうね、水戸地区に住んでいる者としてはね、ちょっとこっぱずかしいよね、そこね。でもね、私たち庶民は全然関係ないから、ね、あのどこの馬の骨か分かんない光国の子孫がやったことだからね、全てにおいてね。お母さんも誰だか分かんない、お父さんもどうなのっていう、でも孫だって言ってるから孫にしとくかみたいなさ、まあ、家康の孫にしとくかと、うん、そういう人だよ、あの人は。人は中国人だと思いますけどね、ヘブライ人だと思いますけどね。だってみんな坊さん助けてさ、かくまってたんだからね、大爆笑ね。そうそうだね、徳川家ってのはもともとそういうとこがあったから、あの最初の家康っていう3代目ぐらいまでは、3、4代目ぐらいまではそうでもないけど、そのあのほら、もうこっからしか将軍出しませんって決めたあたりからおかしいんだよ、うん、すごく吉宗からだってずっと紀州家が出そうでしょ。そうだから、そういうことをだって権力がある人が決めちゃうんだもん、すでにそうなんだよね、世の中ってのは。権力ある人が自分に都合がよく、今回のほら、なんだ、公務員のね、給料上げたのだって、自分らだけ上げてさ、こんなにさ、賃金が下がってるのにね、自分たちの給料だけは確保しようという、でそれがなんか反感もらったら、あのもらった分は寄付しますってさ、なんなん、一体、その理屈分かんない。国債を発行するほど金がねえってなったので、公務員並びに議員の給料を下げろよと思いますよね。普通そうだもん。なんでそこで上げられるの。でもさ、税収がさ、今まですごい、今まで最高の税収だったんでしょ、うん、でその税収は使い道はもう決まっちゃったんだって。その税収なんてせめてあげてほしいんだよね。こっちに少し回してくるわ、くれや、50万ぐらい。マイナカードもさ、作ってさ、口座まで作ったのにそれも使わないでね、うん、なんか違う、このなんつうの、パスとパスとかなんとか、ね、そうそれに、ね、なるっていうね。バカじゃない、ね、どうなってるの IT、なんだっけ、庁務だっけ。野党は何やってんの、野党。まあ自民党はね、もう言ってもしょうがないが言わないの、野党はもう少しね、追及しなさいよ。まあ野党もね、もう山本太郎ぐらいしかいないもの、追求できるのも。そうなんだね、ちゃんとした正しいこと言ってるのは、共産党とね、言ってるのはそうです、共産党と山本太郎なんだけど、うん、あの人たちは政権取る気はあるのかしらね。まだまだ山本太郎のとこはダメだね。共産党も結局はない、55年体制でさ、反対してればいいっていうのが染み付いてて、それで給料もらってるから、それも世界 の議員さんの給料に比べればさ、4倍か5倍ぐらいの給料もらってるんだけど、そうもうダメよね、まあ、給料下げればいいんだよ、1000万ぐらいまで、本当に。まあね、ちょっと私もさ、ブログに書いたんですけど、結局ね、その国民がその会見して、国民が決める権利を持ってるんだから、そういう国民がちゃんと政治に向き合えば変わるんじゃない？それしかないよ。選挙行くしかないんだわ、うん、いかにインチキ選挙だろうが何だろうが、まあ行けば、あれ左行きますか、行けば ね、ごまかしは効かない、開票しないで当確上げられないと思いますよ。なんでさ、出口調査で当確が分かるなんてさ、もうそれが当たり前みたいに染みついちゃったんだよ、テレビ局は。バカだよね、出口調査を、うん、まあ8割ぐらいやってればね、選挙行った人の8割ぐらいの人にアンケートを取ってりゃ分かるかもしれないよ。それは 10% ぐらいさ、1割ぐらいしか取んないで、なんでそれで8時にさ当確決まる、開票もしてないの、開票率 0% の時なんで当確が決まるの。これ完全にインチキ選挙ってさ、思わなかったらさ、みんなバカにされてね、ほんと。いやそう思うけど、しかもさ、
関心もなくてさ、なんていうのかな、関心ないし若い人はゲームばっかりやってて、本当なのか、まあ、大人なんてゲームやる人って変だと思う。まあ、依存性が強いけどね。パチンコみたいにさ、そのお金がかかるものももう本当若い人やんなくなったけど、うん、その分ゲームだもんね。歩行です。押さない、うん、やることがパソコン系。少し日立のこの新探検隊の YouTube でも見てみろよ。そうね、いいこと言ってんだけどね。そういうね、私はそのゲーム、なんていうの、iPhone 開くとさ、まあ YouTube なんかもそうだけどさ、もうゲームがどんどん出てくるでしょ。ゲームやれ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 って私はやるんだけど、ああいう風な、あの誘導がすごいんだよ。誤誘導だよ。まあ本当そういうね、あの上げればキリがないぐらい、あの間違った誘導がすごく多いよ。スピリチュアルであっても、あと陰謀系であっても、本当におかしいと思うもんね。いまだにパワースポットとか言ってさ、あ、今日パワースポットだと思って来てた人たくさんいると思うけど、言ってるんだよ。流されてんだよみんな。で自分のね考えがないから、で自分の考え持つと今の自分のままでやっていけないっていうのあるから、どうしてもねダメなんだもんね。あれ私思うんだけどね、やっぱりね、自分で変えたり自分でこうしようと思わない人は、うん、はっきり言おう、ダメだ。ダメだ。人の意見に左右されたり、およそ400メートル先、富谷を左方向です。私は本当見ててさ、同じこう主婦目線というか母親目線で見てるとさ、子供に影響されてるの。そうだね。子供に左右されて生きてる。そうだね。ジャニーズの追っかけやってたお母さんたちなんか、まさにそれだよね。ああそうなんです。あのね、本当みんなね、子供が見るものを子供と一緒に楽しむっていう、それジャニーズだけじゃないんだよね。スポーツでも何でもそうなんだよね。でそういうのやっててもいいよ。だけどせめて自分がリードしようよ。子供にリードされないで。で子供にリードするしないって言っても、結局親はお先に生きてんだよ、子供より。で経験も深いはずなんだからさ、別に子供に教えなくても、自分は子供に学ぶとこもあるかもしれないけど、自分がそれより先に勉強しようよ。確かにね、子供に教えてもらったなっていうのはね、たまに聞くけどさ、まあ置いては子に従えっていうのはまだ別の話でね。置いてからの話だから。そうそう、あのまだ置いてないうちはさ、その自分で決めなよ。本当に。なんでそのさ、自分のさ、あの石をさ、人に預けることができんのが謎なの。なんで人に預けちゃう。言ってたじゃん、中島みゆきもあの歌で、ね、自分のなんだっけ、あのほら TOKIO の歌で、ね。そう、自分のオールを手放すなって言ってんじゃん。自分のオールを手放さないで自分で焦げよ。自分で焦げんだよ、人生。そうなの。焦げしかないんだよ、辛くたって。そうなの。それをね、やってほしいなっていつも思う。本当だよ。でいつもさ、旦那とか子供とか友達とか周りにばっかり支配されて、いや頼って考えよ、分かんなかったらやんなければいいであって、そういうやんないことにまた焦りを感じたりするような、そういうことじゃなくて、もっと冷静になってさ、今の自分のことをよく考えてみようよって思いますけど。そうだよね。うん、すごくそう。失敗してもやり直せばいいんだから。うん、まあ、自分のオールを手放すな。自分の
影響をさせる方かもしれない、インフルエンサーとして、うん、だからそのちょっとでもいいから自分のこう思ったことをやったらいいんじゃないですかねと思うんだよね。結局さ、死んでみたら何もないんだよ。死んでみたら何もないって言うんだけど、自分の人生は何って言ってきた時さ、まあ普通に学校行って育ちました、働きました、結婚しました、子供産みましたってさ、で何って、であなたはその中で一体何が好きだったのとか、一体何が良かったっていう時にさ、まあ子供育てる時は楽しいから子育てしてた時さ、子育て終わってからじゃどうするとか、定年退職した後どうするとか、そのまだ何かやる時はやることがある時はいいんだよ。それから社会とあまり関わりが少なくなってから自分はどういうふうにして生きるっていうことがこう大事なような気がするんですよ。とりあえず学校行ってね、勉強してればいいとか、運動してればいいとか、で就職したら会社に行ってね、とりあえず行って仕事してればいいとか、でじゃあそれがなくなったらどうするんでしょう。そうです、ね、今度自分で自分のさ、ライフワークじゃないけど、見つけないといけないわけだよね、でまだこういう場所に住んでる人はね、電波と耕したりで野菜作ったりで、いろいろあるんだよ、ところが東京のマンションに住んでる人はどうするんですか、さて言った時に、ねえ、もう困ってしまうわけだよ。まあね、そういうところにこう電波と耕さなくても、田舎に住んでやんなくても、まあ夫婦でどっか行くとかっていうことがあってもさ、なんか私ね、そう言ったら悪いけど哲学がないと思うんだよ。そうなんだよね、自分はどう思うこう思うっていう、である人もいるよ、中には落ち着いて生きた人も。でも哲学が必要、自分の哲学を持つべきなんだよ。そういうのがないから子供と一緒に子供の真似したり、そういう子供がとかというふうになっちゃう。孫がしてた、孫の面倒お泊まりしなくちゃいけない、それ楽しみにしてたからね。それはそれで楽しみでいいけどさ、そうじゃない部分もあるでしょうと。さ、孫はさ、子供が見んじゃないのかいって私思うんだけど、で子供が見られなかったら見られないしかできないやり方しかないのに、それを、そのジーバーが助けたら、じゃあ子供何してんだいと。そう思わない。はい、ということで、今はね、栃木県益子町にね、県境を越えました。入りましたね。ここの県境はあんまり県境っぽくない県境で、益子町といえばこの前ね、亀岡八幡宮と国宝の建物です。益子町です、だからね、ここもね、今日の流れで言えば、筑波山神社に関係する豊木入彦の支配地です。はい、はい、そうです。いきなり哲学を持てから私ね、哲学を持ての中のそれ哲学って何言ってんのか分かんないっていう人が多いと思うんだけど、哲学っていうのはさ、自分がこういうふうに思ってることを行動しましょうと、思ったように行動しましょうっていうことが哲学のまず基本なんだよ。自分がやりたくないことをやっちゃダメなんだわ。そうするとそれは苦しいんだ、苦労とかなって。だけど自分がやりたいことをやってると、今までこうその人が我慢してたことが今度成り立たなくなっちゃうわけ。でも自分が誰かのために我慢して他がスムーズにいくことはダメなことなの、自分にとっては。周りはいいけど、で我慢させる人が出ちゃうんでしょ。我慢する人、我慢させる人、そういうのはダメなの。それはね、なかなか難しいわね。まあある程度の範囲内ね、っていうことです。だから極端にそれをやると難しいから、極端にやったらね、生活できてなくてできなくなっちゃう場合があるんでね、そこはもう生活するっていうね、生きていかなくちゃいけないっていうところがまず第一にあるからね、まあいろいろこうそこでね、悩みながら優先順位をどう、その優先順位を決めるのが哲学なんだよ。そうね、
力がなくなったらちょっと無理ねと言ってもいいんじゃないでしょうか。だから人それぞれね、そこのキャパが違うから、俺はもうこの会社無理だと思ったらね、はい、辞めるのもよし、はい、もちろん。でも私は大丈夫だよってね、うん、いう人はやってみていいし、やれるわけだから、それをそのやっぱ人それぞれ違うんだよね。だから一概にね、どっちが正しいとは言えないんだよね。そう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 、その人のキャパとか能力とかね、そうなんです、向き不向きにもよるし、うん、だからあのそれね、いろんな人に対する答えとしては答えが変わりますというのが正解になっちゃう、ね、そうですね。あとね、その同じ1時間の中で生きてるけど、あの時間っていうのはその人 の, こうあの印象の中で変わっていくからさ、まあ、知ってるだろうけど、楽しいことやれば早いし、苦しいことやれば長いしって言って、時間っていうのもすごく曖昧もことしたものなの で, そ, うで、その自分をこのなんて同じこうみんなと同じ時間の軸の中で生きてるって思うと苦しみが出てくるの ね, ね。だって1時間でできる人と2時間でできる人でじゃん、だから1時間でできるからいいとか2時間で遅いからダメだとかっていうのもないわけだから、そうそうそう、それがなかなかね、会社で同じ仕事をしてるとそういうわけでもいかないから大変なんだけども、まあそこはね、もう割り切るしかない、しょうがねえ、俺できねえんだもん、しょうがねえと言いながら一生懸命やるしかねえんだよ。できるやつほどね、そういうやつのことバカにしたりね、文句言ったりするんだけど、しょうがないだろ、できねえだろ。そうなんです。一生懸命やってもできねえんだもん。でもできるようにこう努力することが大事だから。あとはまあできないって自分から見たらできなそうな人に対して優しい気持ちで接する。うん、でそうすると相手も嫌な思いしないし、まあ手伝ってあげるのもいろんなこといいでしょうしね。違うんだよ。うん、で向き不向きあるんだし。そういうことは哲学なんだよね。だから日常の中に些細なことでさ、この人はだから私にこう言ってるかもと、ね、些細なことでこう目くじら立てずに、そういうことは関係ないことは無視するってことかな。そうね、そうなんです。なるべく気にしないでやるしかないです。まあ、自分と関係なくに割り切ってほしいなって、ちょっとね、あの例がなかなかこう例えば言えないんですけど、まあ、隣の人と気が合わなくても別に構わないと。そうそう、別に付き合うわけでもないしね。そうそう、自分の子供と気が合わなくても会うとこだけで会わせようとか、親もそうだし、で他人でも会う人は会わせたりとかっていうふうに、そのこう囲いの中でこうしなくちゃならないっていうふうに決めつけていきないっていうことが、まず、自分の中で決めたらよろしいんじゃないかと思うんですよね。でそれが何が完璧でこれが完璧じゃないっていうこともないからね。そう、完璧な人間なんかいないんだから。そうなんですよ。まあそんなようなことをですね、最近思わないとですね、世の中がきな臭いのでね、より自分っていうのを大切に生きようと。完璧を求めている人たちもいるとは思うんだけど、まあ、理想を持つのは大事だよ。でそれに近づこうと思うのは大事だけど、うん、今の政治家見てみなよ。本当だよ。どこがあれがさ、日本のトップなわけだよ。うん、岸田とかさ、安倍とかね、死んだ安倍とかね。ああいうのがさ、うん、どこが尊敬できるんですか、ああいう人たちが。ね、ただ政治家であって、自分いかにもこう総理大臣になってるから、うん、すごいんだろうっていうふうな、こう先入観で思う人が多いと思うのですが。でも人たちは何をしたかというと、別に私たちが今までやってきたものがいろんな控除がなくなりですよ、税金が上がり、物価が上がり、賃金が下がり、ここ30年間下がりました。ああいう程度の人間がね、総理大臣になれるんだから、はい、皆さん、はい、自信を持ってください。そうだと思います。本当に自信を持って大丈夫です。あんな奴らよりまともだろう、まともだ、君たちの方が。だってさ、人たちは額に汗してさ、仕事したりないと思うの。なぜかというとですね、人たちはね、安倍に至ってはですね、もう賛成、政治がね、賛成、安倍、そうでしょ、うん、国権階級なわけよ、そうです、生まれた時から。そうです、そうです。だからバカでもアメリカに留学したりさ、うん、まあ留学したと
助の親の秘書みたいなね、うん、お世話係腰巾着で会って、だからもうあの人たちってさ親戚関係に今はなってると思うの、うん、前は多分親分子分みたいな関係だったと思うんだ、親のあのお兄さんの代は、だけどそれがずっと同じ一族が、あのそれに使える人も同じ一族、そういう風な刑罰一族っていうのかな、その中で政治をやるってことはもう腐敗しかないんですよ、新しい風はないんですよ、なぜかというと自分たちの既得権益をですね、あの離さないっていう政策しかないんですよ、200メートル先右方向です、そういうのをアメリカにうまいことを操られてるんです、そうなんです、まあ、そういうことなんですよね、で、その既得権益を作るためにそのまあ、結局国民を洗脳するわけですよ、まあ、さっき言ったゲームとか、でも一番の洗脳は今のところ宗教だろうね、そうだね、信号のとこじゃん、信号です、益子の信号です、はい、まあそういうね宗教もうすでに毒されております、自公政権は益子の町です、旧商店街でしょうか、益子駅があります、益子もこれ城があったからこんな風にね、そう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 、曲がってんのね、ジグザグね、ジグザグ、うん、こういうジグザグになってるのはお城があるとこのね、うん、城下町のね、特徴です、ね、これはやっぱりね、あの席に攻めてこられないように、あの道を曲げて、でそこにあの多分バリケードなどを張ったのでしょうね、昔はね、そうでしょうね、と思います、うん、益子もね、益子はちょっと特別な地区でね、うん、あのもしかしたらこれ宇都宮市のね、うん、宇都宮にいたお殿様のね、うん、お墓が、歴代のお墓がね益子にあるのね、うん、そうだね、ということは益子っていうのはね、宇都宮市にとってはものすごく大事な場所だっていうのは分かるんだけど、まあ、もしかしてこっちというところだったのかも、あんまりね中世の人たちもそこ言わないんだよね、中世の歴史調べてる人たちもあんまり言わないんだよね、なんでなんだろう、あんまりそれはね、なんでかっていうと古文書に書いてないからなんだよ、あ、古文書全部書いてある、古文書に書いてないことは研究できないんです、推測になっちゃうから、うん、古文書を分析することが研究だと思ってるんだ、まあ柳田国王がねそういう方向性作ったんじゃないですか、義士信じけど、はい、柳田国王がねその歴史の学問をさ、あの今度ほらめあの江戸時代まではさ、うん、あの水戸藩のさ、うん、なんだっけ、あの歴史の花なんだっけ、あのタイトル昇降館大日本史、あ大日本史ね、うん、そうそう、あの江戸時代までは大日本史っていうのが歴史ずっとこう日本の歴史をね、うん、あの研究してあの多分まとめていたのでしょう、昇降館でね、メートル道なりと思うんですけど、あの明治になったらあの元貴族院議員の秘書であった柳田国王がですね、うん、あの東大とか、うん、今の旧帝大っていうのですか、うん、そこの中で歴史学の学科を作ったんですよ、うん、でその時にその歴史学とあとはあれなんだっけ考古学、うん、もうそれも作ってで、その時にさ考古にしようねっていう、あんまりその天皇家を脅かすような研究はすまいねっていう、経路が分かりました、ロックを短縮できます、経路を変更するにはタップしてください、それあれが天皇がさ、うん、もう神様の時代に決めちゃったことだから、そう、 そういう風にしないから結局発掘その古墳の発掘もあのその頃は宮内省だけか、うん、が担当して、そこも発掘はあまりしないようにしようねっていう、うん、あのなんか暗黙の了解みたいなのがあるんで、ね、そうだから結局歴史学科と考古学っていうのはあんまりそこは深掘りしない、でそれを見てたのは柳田国夫だから、で参加の方ばっかり変なその否認みたいな、うん、あそういう歴史ばっかりの方を出して、そういう人がいました、参加がいましたよっていう話をまた作っちゃって、うん、誰だっけ参加の方がいた人、三角か、あそうそうそう、三角博士、それがねそういう
まあ、嘘を捏造して、うん、そう、ザルを持って悪いけど水でちょっとジャガジャガやってくんないかと、うん、写真を撮り、うん、やってなかった、うん、やってなかったのに捏造したんです。矢切止めとか鹿島のところに論破されてるから、そうなんです、未遂の話なんて、まあ、そういう風に、だから歴史学の始まりっていうのは、その天皇教皇ですね、うん、守るためにグリーンコリドールに入ります。特にあの関東東北の古墳はあまり開けないようにお願いしますみたいな、うん、できたらあの出たら埋めてくださいみたいな、そういう、そういう風だったら通達が言ってたはずだよ、言ってたはずだよね、うん、で折口忍っていうあの、そうそう、11キロ進みます、折口忍が、はい、あの柳田国男に結局弟子だったんだけど反発したんだよね、はい、でだから折口忍の方がねまともです。でも折口忍って芸だったんだって、怖いね、怖い怖い、いや川端康成だって変だったし、折口忍は完全に芸でさ、芸、うん、のさ、その付き人がいたんだって、でその上の付き人で、まあ弟子だよ、芸の芸書生がいて、芸書生がさ、あの私も召集されたんですよってなった時に、うん、じゃあお前の会の芸書生連れてこい、探せって言われて、探して、うん、であの探した相手にまさか芸書生にはなれても芸とは思わなかったんで、うん、迫られたら、あの反発したら、これは話が違うだろうってなんか折口忍が怒って、なんか自殺したんじゃなかったかなと書いてありました。怖いです。いや、あの時代は三島由紀夫にしたってさ、芸だし、うん、そうです、ね、うん、川端康成は変態だし、まあそういう性的にこう、あの奔放な人がさ、あの知性派と言われた谷崎潤一郎にしたってさ、あんな感じだし、うん、そうだね、樋口一葉だって貧乏のど真ん中に来て、どうもいろんな男に抱かれたらしいし、うん、はい、お札になっちゃった、ね、野口秀夫は借金王だったしね、うん、なんでそういう人ばっかお札にするのが謎だなって私は思ってたんだけど、うん、いたかいないか分かんない聖徳太子でよかったんじゃないの、いたかいないか分かんないじゃあ竹内宿根とかよかったですね、竹内宿根とかさ、神宮公もよかったんじゃないの、想像上の人物でね、持ってるのかだろう、持ってるのかでしょ、だってあの人日本優先でさ、うん、あの唐幸さん50万人言ったんじゃないか、そうそう、それでさ天皇家のさあの式作ったんでしょ、うん、それでね日本優先ってさ、今ロスチャイルドが多分ロスチャイルド、うん、イスラエルの、うん、トップなんだって、うん、トップかもし、もともとそうだったんじゃない、あとあれ、あの掘削船もそうだよね、うん、そうそう、あの地球号だけ、地球号もね、イスラエルだもんね、そうだからさ、あの私思うんだけど、これ私の勝手な想像ですけど、日銀 の、 そうあの株半分ロシア人が持ってるって言うじゃないですか、うんうんうん、だけどその日本郵船の筆頭株主がロスだったら、うん、もうその明治の頃から完全にさ、その取り込まれてるっていうことじゃない、そういうことですね、日本なんて、そういうことなのに、だからイギリスのね、うん、あの植民地だから、そうですよね、あの同じ紋章を持ってて、総統の和紙っていうね紋章を持ってたから、もともとは同族で、どっちがやったのね、遺体が上か下かは分かりませんけど、でも多分あのよく植民地でなんだっけ、アタック賞もらったっていう前からあったんじゃないのか、あったと思うよ、それであれだよ、世界がひれ伏す日本の天皇とかってさ、すんげえバカみてえな、だって大和法を打つ人たちでしょ、それ言って国粋主義のことを出して自分で盛り上がって、三政党とかさ、そうそうそう、そういうのいるけどさ、エセね、エセ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 左翼だっけ、エセ左翼、あ、エセ右翼、あ、左翼のね、エセ左翼ね、本当にね、まあ、そういうのにダマから、ダマから重ねて言うてください、そういうのがね、あの何、あの何つうんだろう、うん、あの正義というか、さっきの哲学の話で、はい、一番大事なのは、うん、人間は皆平等だろうと、あ、そうそうそう、上も下もないだろうというところはね、そうだね、もう少し考えた方がいいと思うよ、うん、だから誰々が暗いな、
何そのくらいって誰が決めたのそのくらいって本当本当そんなババの話をね真に受けててしょうがないでしょ本当確かにね気持ちは分かるんだその優勢学とかね、うん、確かにさ優秀な頭脳を持った人と、うん、そうでもないとんでもない頭脳を持った人は生まれてくるよ、うん、だけどそれってさ、うん、あなたが判断することなの違うよってことじゃないしょうがねえじゃんそれ遺伝子だからまあ、たまたまいい遺伝子をもらった自分はさ、うん、あの総称に比べれば優越感を持つかもしれないけど、うん、それだけの話なんだよ、うん、だけど結局さその死んでしまえば終わりなのよ その遺伝子っていうの情報もそれたまたま人間として生まれてきてからあのこうなんだろう作られた、うん、そのものなのよ森田浩一も歌ってた死んでしまえばみんな美しいって歌ってたのそんなだけよく分かったけどあのねだから生きてるうちにいくらそういうことでさ差別なんかしても、うん、死後の世界では無駄だと思うんだよね生きてるうちだけなんだよ何でも、まあ、金も何でもそうだけどねそう金なんかこの世でしか使えねえじゃんしかもさ今日本ってさ金すり続けてんのよあの日銀がね、うんまあ、マネスマネとかそういうマネだと思うけど日銀はね金融緩和やめてませんから異次元もう多次元構造になってるかもしれないけどねあのね異次元にねずっとお金をあの吸い続けてると本当だったらインフレが起きんのよだけどインフレスーパーインフレが起きんのよあの起きないよねだって、うん、市場に出てないんだもんそうあとはね給料が安いからあのスーパーインフレが起きるときはさ給料も例えば100万になってもティッシュも100万ぐらいになっちゃうそれがスーパーインフレすり続けてる、うん、その紙幣がどこに行くかというと、はい、外資に行って、はいあのね、都市銀行経由で外資に行って、うん、ただ株動かしてるだけの話だそうなんですよ庶民に来ないからそうなんですよだけど結局その円安は生まれちゃうわけよそう何が生まれるかってだって円がさ物どん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 円を吸ってたらさ円の価値が安くなるでしょだからこうなっちゃったんでしょそうなのそしたら結局さ円安が起きれば、どんなに給料をもらっても安い円なんだ10万をもらっても円の価値が5万だったらあなたの給料は5万分の価値しかないけどそうするとさ今度は物の値段が上がっちゃうんだよ、うん、だからガソリン上がっちゃったっていうのは典型的でそうそうそうあもう今150何円でしょ1ドルそう151円ぐらいだねそれが100円だったら、うん、昔言ってたように75円ぐらいだったら、うん、半額で済むわけだよそうだよねだからガソリン代なんて100円しないでよかったわけだよ、うん、だからまあこれからドルじゃない決済しかできないからどういうふうになるか分かんないけどそうですよドルじゃないと余計な手数料かかってもっと高くなるのかいやもっと安くなんじゃないかと思うんだけど実はね、うん、でも結局ドル決済ができないってことはさ円で決済できるかっていうとどうも円決済も要するに G7 の紙幣は使えにくくなる可能性あるわけ ねまあもともともフランとかさそういうのなんかあの元々そんなんではないけど円も使えなくなると結局さ一回じゃあ買いましょうとあの元を買いましょうと一番簡単なのはで元に変えてまたさらに買うっていうことしかできないというそこで余計な手数料かかっちゃうわけねそうですねでもうドルのそういう市場はなくなるってことだドルは結局、0円ぐらいになっちゃうなんだことドルの価値がだだ下がりそうですでドルで一番まあお金持ちだからもちろんああいうこうすごい財閥の人がさドルで全部さ保有してる金で保有してんだろうけどだからドルを持ってても全くそのドルでお金持ちになった人はもうお金持ちじゃないってことでしょだからアメリカの一番の貿易国って中国だと思うんだけど、うん、中国から一番輸入してるんだと思うんだ、うん、そしたらさドルが使えない時はさどうするんでしょうかどんどん金を放出するしかないんでしょうかって話になってくるまあそういうことになっちゃっちゃうんだよねあとはもうあとは物々交換だねバーターで、うん、バーター取引だねでもアメリカに何かバーターするものあるんでしょうかアメリカに何かあるんでしょうかないですねないですね日本製品ではないでしょうまずだってみんなさ中国頼りだもん、うん、みんなもうアメリカ設計したって中国でも作るわけだからねそうなんですよでもロシアには絶対頼りたくないとさあどうなんでしょうかどうなんでしょうだからね今イスラエル紛争っていうかイスラエルがねジェノサイドしてるけど、うん、あのイスラエルの大きい
の、 そのガザマリン1号2号っていうところをね、うん、なんかもうあのイギリスとイスラエルで開発してるらしいの、うん、それだけじゃない、うん、頼みの綱は、うんうん、楽しみだな。アメリカが潰れるの期待してます。アメリカが潰れるとね、日本もね独立できそうなんで、そこがどういう風になるかね、うん、なんかこう国民をごまかすちゃんじゃない、おそらくごまかすと思うけどさ、だって今だってさ、あのいろんな本当の話では言ってないからね、うん、国民には。だからどういう風なんですかね。イギリスだって、個人の生活もそうなんですけど、うん、個人の生活も、はい、なんか哲学を持って、ね、はい、自立しなくちゃいけないんですよと。そうなので、日本もアメリカからね、うん、独立して自立しなくちゃいけないんですよ、うん、そうそうそう、それで世界の国、ブリックスの国と仲良くした方が絶対いいんですよ。いつまでもアメリカに支配されて、子供に支配されてどうするんですか。旦那に支配されて、奥さんに支配されてどうするんですか。同じだよね。そうなの。結局は同じ。自分の考えやっぱり持たないと結局洗脳されちゃうから、あの自分がこれは嫌だっていうものがあれば、その洗脳をなかなかされないんだよね。見抜ける力を持てる。見抜ける、まあ、そこがまずポイント。人間皆平等、ね、そうだね、そこポイント。そうそうそう、世界の国皆平等、はい、ポイント。なんで支配されなくちゃで、支配層とさ、あのなんで奴隷層にさ、こう分けると、まあ、それがあの人たちの一番の望みだからなんだけどさ、でもそれに対してさ、あの嫌だって思わないとね、うん、だから、まあ、会社なんかそうなんで、結局従業員の労働力時間をさ搾取してるわけじゃん、言ってみたら。そうです、まあ、これすげえ共産主義的な考え方もそうだけど、うんうん、結局それが、まあ、提供してるって言ったらいいよ ね、 ね、ギブアンドテイクにならないとおかしいんだけど、うん、テイクは少なすぎるでしょっていう。そうなんです。あのね、働いてる人の方が不利なの。あの働いてるさ、働き手がいるからこそさ、あの工業製品、いろんな製品ができて売れるのに、働かせてやってるんだぞって言って、そのお金を持ってる、利権を持ってる人だよね、そっちの方の人たちが威張っちゃう。そうすると、ああ威張らないでくださいよっていう、こうそういう心理にこう、あの追い込まれちゃうのね、人っていうのはね。で、組合がもう、あのなんだっけ、あのパーマの人、パーマ女がさ、うんうん、吉野がさ、うん、あんなことしてんだもの、首は力なくなるわ、ね、あの人統一だしね、うん、もうはっきりは言っちゃうけど統一、うん、で、あの木原とあれ完全にさ、うん、兄弟でしょ、うん、顔似て、誰の子供か知らないけどさ、うん、でもいつの間にかさ、あの吉野ってさ、若い頃からさ、ああいう組合に入ってさ、力を少しずつつけてきて、うん、で、今もうあのあれでしょ、自民党と2-2でさ、そうそう、ダメでしょ。だって組合が自民党寄りになったら何のための組合なのか分かんないじゃない。もう30年計画だよね。組合って労働者 の味方なんだよ、普通は。で、大企業ですらそういう組合がそういう風になっちゃったでしょ、うん、で、中小企業なんて組合なんかもうないじゃん、うん、ほぼ、うん、だからもう結局さ、労働者の権利っていう、うん、その人権侵害がさ当たり前に起こってんのよね。助け合いがないですよ。30年ぐらい前の、35年ぐらい前のずっといいです。本当です。もうそれからね、全然給料はね、あの変わってないってことを言うことは、物価が上がってんだから、給料は、賃金が変わってなくてのは、賃金が下がってるということなんです。いろんな工場もなくなってんだし、そうそうそう、その割にそのあの健康保険とかね、うん、あの所得税が上がってるし、割合がみんなそうなの。結局は半分以上も税金を納めてると。右折して茂木バイパスに入ります。はい、茂木バイパスです。ここら辺で止まります。まあそういう風にね、とにかくあのいろんな言いたいことがあるですが、1時間過ぎたので、はい、あの茂木に来ました、はい、これ123号線で変なところから今日は帰ってますね。そうなの、うん、終わりました。じゃあそんなわけで、あの皆さん、哲学、小さな哲学、あの小さな哲学を小吾というので、小吾になってください。
小ごとだよね。小さい悟り。そうですよ。小さい悟りですよ。小さい悟りの連続が醍醐になるんです。うん、まあ、哲学って悟りだもん。だって悟りで書くもんね。うん、そう、その自分のさ、あのやっぱり曇らない平等か曇らない平等かっていうのが大事なの。だから自分にもちょっと厳しくなっちゃうんだわね、さ、哲学なんて言ってると。まあ、自分には厳しくなるのが当たり前ですしょ、ね、自分に厳しくしなかったでしょうね。でもね、厳しくしても卑屈になっちゃダメなんですよ、ね、いいやんばい。そう、いいやんばいなんだよ。いつも厳しすぎて、ね、疲れちゃってね、うん、本当に首絞めるようになっちゃうから自分で。あのね、そこはね、ブッダが言った言葉の唯一の言葉は重要だから。あの人そんなね、お経なんて言ってないから。ブッダ、中庸。中庸、知ってますか？中庸だっていうのが一番難しいね。いい塩梅ですよ。普通のね。いい塩梅。そんなわけで。まあ別の言葉で言うと、いい加減。まあ良い加減だからね。あの、いい塩梅っていうのはね、あの、そのバランスはさ。そうなんだよ。だから。難しいよね。まあ、いろいろあるから、抜くときは抜いて。やるときは。やるときはやってと。まあ、それで間違ったら何回も経験して体感していくしかないんだよ、きっと。そうですね。そしたらまあ、あ、これ前同じようなパターンあったよねって言ったらね、そこで気がつくと思うんで、うんうん、そういうのを繰り返ししかないと思います。まあ、自分のオールは自分で焦げと。そう、まず焦げ。自分のオールは手放すなって言ってますから。